朝鮮中央動物園は朝鮮民主主義人民共和国の平壌にある朝鮮民主主義人民共和国の国立動物園である。その立地から平壌動物公園とも呼ばれる。平壌の中心地にある王城山の麓に位置し、1959年4月に近日生の指導により設立された。合計650種からなる5000頭、匹を超える動物を飼育しており、 面積は約1平方キロメートルに及ぶ。動物園の像は主な見どころの一つと言われている。飼育されているすべての像は1959年にホーチミンから近日生に送られた一頭の英雄像の子孫である。動物園が像やその他の外国の動物を飼っていたことから近日生は朝鮮中央動物園を資本主義者だとして非難し、 伝えられるところでは、在来の動物のみを飼うように指示していた。しかし、2001年の朝鮮中央通信の報道によれば、朝鮮中央動物園は、他国の国家元首や一般人からの贈り物として贈られた400頭を含む外国の様々な動物を飼育していることが分かっている。その多くは、スウェーデンのスカンセン水族館の館長を務めるジョナス。 バルストラムから送られたものであり、1985年に設立された動物博物館という新しい展示で見られる。イギリス紙のデイリーテレグラフの報告によれば、動物園にはオウムも展示されており、このオウムは英語で偉大な指導者、金日成同士と泣けるという。2005年4月には韓国の動物園と初となる動物交換を実施した。 この交換で、ラマやカバをはじめとする複数種の動物を受け取った。代わりに月のワグマ、アフリカのコウマ、シベリアイタチなどが韓国の動物園に送られた。貿易上の理由で、平壌では犬を飼うことが禁止されており、政府は犬をペットとして飼う観光を公式に批判している。そのため、朝鮮中央動物園には、金日成が飼育し、 1994年の没後に寄付された8匹を含め犬も展示されている。2000年のサミットで近代中から近小日に送られたツガイの沈陶犬も動物園で飼われている。この沈陶犬のツガイは2001年9月に5匹の子犬を産んでいる。2010年、ジンバブエのワンゲ国立公園の野生生物が朝鮮中央動物園を含む複数の朝鮮。 民主主義人民共和国の動物園の飼育動物に加えられた。ジンバブエの保護活動家は動物が長期の輸送や朝鮮民主主義人民共和国の動物園の状況に耐えられないのではないかと懸念し、この取引を非難した。ジンバブエ当局は専門の獣医を朝鮮民主主義人民共和国の動物園に派遣し、飼育状況を確認することとなった。 朝鮮中央動物園は旅行ガイドのロンリープラネットと新聞のアジアタイムズによって非難されてきた。ロンリープラネットの朝鮮民主主義人民、共和国旅行ガイドでは気がめ入り、意気消沈する場所でぜひとも避けるべきと解説されている。アジアタイムズが発表した2006年の報告書では、刑事の中の動物同士を時には異なる、種の動物同士を戦わせ死に至らせる。 自然ドキュメンタリーの映画が存在し、戦う動物と題されていると報告している。この報告書は、絶滅危惧種を含む、本映画の登場動物の多くは、朝鮮民主主義人民共和国内では朝鮮、中央動物園でのみ飼育されていることを、中期している。これを根拠に、アジアタイムズは異なる種類の動物同士を一つの、ケージに入れたり、 互いに攻撃し合うように刺激することを含め、朝鮮中央動物園の飼育員が本映画の制作について共謀していると非難した。動物園には、タバコを吸うチンパンジー、バスケットボールをする猿、そろばんをまさぐるように訓練された犬が見物となっている。平壌地下鉄革新線楽園駅前。ありがとうございます。